北国新聞ニュースをお伝えします金沢市の消防出初め式が金沢城公園新丸広場で昨日二2年ぶりに行われ49分団の消防団員などおよそ1280人がかが飛びはしご登りや裸放水を郵送に披露しました出初め式は去年大雪の影響で44年ぶりに中止となりました 金沢百万石祭りも新型コロナの影響でここ2年中止となっており、2年ぶりにかがとびはし登りが披露されました。はしご登りでは40分段の登り手が五十軒長屋やひしあぐを背景に、うぐいすの谷渡りや横台などの大技を繰り広げました。裸放水ではサイレンの音を合図に、 消防分団の梅鉢のまといが乱舞し下帯姿の団員が一斉に水を高く上げ水のカーテンを作り出しました広場には主催者発表で5000人の市民や観光客が集まり伝統の名義に拍手を送りましたまた式の模様は動画で生配信されました 今日1月10日は成人の日です北国新聞社が新成人にアンケートを実施したところ1ヶ月半後に告示が迫る知事選挙について関心がある関心がないと回答した人が共に4割近くに上ったことが分かりました北国新聞社はおとといと昨日、県内各地の新成人100人にアンケートを行いました このうち知事選への関心について聞いたところ、あると答えた人が17人、どちらかといえばあるが22人、どちらかといえばないが10人、ないが27人でした。関心がないとした人からは、そもそも政治に興味がない、誰がなっても同じ、などの声が聞かれ、知事選があるのを知らなかったという人もいました。 一方、関心があると答えた人は、父親が興味を持っている様子を見て、自分も気にするようになった、などの声がありました。新しい知事に望ましい人物については、誰がいいかまではわからない、谷本正則知事が長くやっていたので、他にどんな人がいるか知らない、などとする人が目立ちました。このほか、働く場所については、 地元が好き、住み慣れているなどの理由で七十四人が県内での就職を希望しました。またこれまでに最も印象に残っている県内の出来事を挙げてもらったところ、三十三人が新型コロナの流行、二十四人が北陸新幹線の開業、六人が能登半島地震を挙げました。 巨人の山瀬新之助保守が、昨日、河北市の成人式に出席し、一軍としたためたサイン入り式紙を北国新聞社に寄せて、プロ三年目の一軍初昇格を誓いました。山瀬保守は当初、年明けから東京オリンピック金メダリストで、ソフトバンクの海拓也保守の自主トレーニングに合流する予定でした。しかし、海保守から、 成人式は出た方がいい終わったら来ればいいと諭され成人式まで実家での滞在を伸ばしました帰省中は宇野家中学校と星稜高校の野球部同窓会でヤクルトの奥川泰信投手と初めて酒を酌み交わし刺激をもらいました元相棒の活躍については「素直に嬉しかった」と喜び「いつか安を超えてやる」 という思いで上を目指すと意気込みましたそして20歳まで親には迷惑かけてばかりなのでこれから本当の恩返しをできるように精一杯頑張りたい今年は絶対に一軍に行きますと力を込めました山瀬星は明日から大分県で海保守やヤクルトの島本博保守などの練習に合流します昨日の式では 奥川投手のビデオメッセージがサプライズで流され、意気込みを語ると。会場からは拍手が起こりました。加賀市山城温泉の神社で昨日、寒中禊が行われ。参加者が新年の無病息災を祈りました。山城温泉の服部神社で行われた寒中禊には。初老の男性と。 青年団のメンバーなど13人が鉢巻きに下帯姿で参加し野尻宗妃と宮司大武者の先導で舟を漕ぐ動作をしながら和歌を詠むその後、神を呼ぶ雄たけびで声を上げてから手おけに冷水を汲んで3度かぶった後、深呼吸して息を整え 新年の無病息災を願いました。石川県総合模試が昨日金沢市の北国新聞会館などで行われ、中学三年生およそ四千四百人が高校入試本番へ実力を試しました。今年度七回目になった模試は公立高校入試と同じ形式で行われました。また感染対策として 自宅で動画を見ながら受けられるバーチャル受験も実施されました。問題の解き方などを解説する総合模試ゼミは、16日にオンラインで開かれます。参加料は3300円で、明日まで申し込みを受け付けます。また、今年度最終回となる第8回は、来月6日に行われます。受験料は5060円で、今月25日まで、 県総合模試の公式サイトで申し込むことができます北国新聞ニュースをお伝えしました